はい、今回は岸田の屑政権期間の長さに関するニュースと日本国民がどうなっているのか、こちらについて考えていきます今回もよろしくお願いいたしますあの岸田のですね、まあ、政権のまあ期間が長い、どうのこうのっていうニュースがあるんですがまあ、屑すぎるニュースだと思うんですねでこちらに関しては 結構注目されているるところもあるんですよで、まあ。ニュースに入る前に、まあ、いろんな、まあ、ご意見だったり、まあ、僕の思うところだったりで、まあ、当然岸田というのは、ですね、えー、売国機民政策といって,言って、まあ、日本国民のためにならないことばかりして今の日本経済が国民にとって厳しくなっているんですが、まあ、安倍の時から始まっているとも思いますしそういったことも含めて 今回考えてお伝えしていきます。今回もよろししくお願い,いたします、えーまああのまあ、どういうことかっていうことに関していろいろ言われているんですね。岸田はですね、まあ、政権2年で、えーまあ、<laughs> 首相に、まあまあ、在籍した期間が長いとで来年2月には戦後トップ10入りするとかっていうことなんですが 国民にとって関係ないし、むしろ長ければ長いほどひどいわけですよ、安倍もそうですよね、えー、最長の歴代、えーえー、長い政権だったって、日本国民に対して、えーえー、売国移民政策を繰り返しただけじゃないですか、岸田もそうじゃないですか、別にあの期間が長いからとか別に関係ないですよね、全く国民のために何もしていないんで、さらに言うと、 岸田がですね、えー、国民にさまざまな負担を課す、そういった、ねえー、ものが政権に居続けるっていうことは、国民にとって、えー、不幸せを招く、幸せではない、えー、現状を招く、そうとしか思えないんで、でこの、ねまあ、岸田のクズ政権の長さっていうのもそうですし、このニュースっていうのも、ちょっと意味が何を言おうとしているのか、わけがわからないんですけど、えー、っていうことなんですね、えー、で岸田っていうのは、まあ、いろいろな、ね、国民のためにならないことをしているわけですよ。特に軍閣ね、えーえーまあ 憲法違反である軍拡をしたりとか、原発の問題だったりとかね、でまあ、紙の保険証をなくすって、ね、マイナ保険証マイナ保険証を強行するということで。 紙の保険証をなくすと、と、えーまあ、そういったことで国民の非常に、えーね、望まないことをする、えー、さらに福,福島の原発を潜水を海に流す、えー、あるいはですね、インボイス制度、まあ、そういったところですね、えーまあ、だから人によって思うところはいろいろあると思うんですが、全く経済政策をしないということもそうですし、その軍拡、ねえー、防衛費、軍事費からあ増税って意味がわからないじゃないですか、あと、まあ、この紙の保険証もそうですね、マイナ保険証を強行するから、あ岸田あ 自民党経団連経済同友会のそういったこと、あるいはですね、福島の原発汚染水を海に流す、そして世界から日本がね、貿易の取引をしてもらえなくなる、あるいはインボイス、をして日本国民の経済を疲弊される、うん、そういった人間を何なぜ支持するのかっって話ですよ。で岸田っていうのも最低なんですが、この… 悪さっていうのは経済の観点から見ると安倍晋三の時から続いていると考えられるんですねアベノミクスで日本経済が悪くなってえさらに悪くなってそして今あ岸田の まあ、そういった、まあ、愚策によって、えー、日本国民が経済的に没落しているという、まあ、そういうことをしたと、えーまあ、そういうふうに考えられる、でこの、えー、岸田に関してです、ねえーまあ、こういったことがあ、まあ、言われているニュ,ニュースがあったんですよ、戦後の首相35人の、まあ、在職日数を比較すると在職2年目を迎えた岸田が多い方からあ14番目となる。 今年7月には自らが率いる自民党宏池会,会の出身で、えー、まあ宮沢貴一を超えたっていうことを言っているんですね、超えたから何なんだって話ですし、超えることによって国民にとって、えー、マイナスじゃないですか、でえー、今後の鍵を握るのは衆院解散総選挙っていうことが言われていて。えー、まあ 岸田が来年9月末までのえ、まあ、あ総裁任期のうちに解散に踏み切って選挙で勝利、えー、すればあ総裁 えまあ総裁の再選も有力となり、えー、長期展望が開けるってこのニュースってなんか岸田をなんか擁護しているような感じですが岸田が続いたらもう終わりですからね、うん、自民党が続く岸田が続くっていうことは日本国民がもうどうにもならない、えー、そういった状況なわけですよでそうこういうことをまあ書いているでなんか一寸先は闇とかっていうようなことを書いてあるんですが、えー、岸田が政権を、ねえー、いついい維持する、持続ける限り国民にとってはマイナスでしかな,ないじゃない でまあね、リスナー様によって、まあ、いろいろ、まあまあまあ、支持しないというのはもうほとんど、まあ、90%以上、もう90、ねえー、それこそ5%ぐらいだと思いますが。が まあその軍拡の問題、えー、軍拡から防衛費、えー、軍事費からの、まあ、増税もそうだし、原発の問題もそうです、先ほどのあとマイナ保険証、えー、紙の保険証を廃止する、あ,あるいはですね、えー、福島の原発汚染水を海に流して、えー、海外から取引されない、インボイス制度といろいろあるとは思うんですが、僕がちょっとやっぱり思うっていうのは、ですね、えー、まあ2つえあるんですね。そのののつは何かというと、う福島の原発汚染水の問題、あイインボイス制度の問題 問題っていうことでえこの2つについて、ですねまあ、ちょっと、まあ、思うことっていうか、をお,お話ししていこうと思うんですが、よくですねこの福島の原発汚染水に関して、えー、ね中国だけが反対しているとかっていうのは嘘ですからね、この IAEA とか東電というのは原発、えー、推進機関であって、不都合なことは言わないと、で、えー、国連総会でですね、えー、ソロモン諸島のソガバレ首相が、あまああのー 福島のの原発を潜水ををを海に流すすやめろっってていうことを言ってるわけですよだから、あなんていうんだろうお、反対してるのは別に中国だけではな,な,ないわけですよで。これって難しいんですけど、まあ、岸田がやったっていうことで、別に岸田を、ねえー、擁護する気は1ミリもないですが、岸田とお自民党と東電の背後にですね、まあ、日本の宗主国ですね、えー、その指示、まあ、があって、それらが一体化してやったことであると考えられますし、えー、取り返しのつかない地球環境に、えー、ついての、 ねえー、ことをしてるわけですよ <laughs> 福島の原発汚染水って処理水とか国内でやってますけど全くのでたらめで非常に危険なんですね。そのアルプスでは処理できない、えー、いくつもの、えーまあ、核物質が入っているということは分かっているわけですよ。それを薄めて分からないようにして海に流す。でそれをし続けているわけじゃないですかで。そんなことをしておけばあ、ねえー、当然世界から日本というのはどういう国だということになりますし相手にもされなくなりますし中国からね。 その貿易を断たれるってのも当たり前じゃないですか、でねなんか中国が悪いんだとかっていう意見ありますけど意味がわからないですからね、うん、悪いのは岸田と自民党と東電、そしてまあ裏でわからないように絵を描いた宗主、まあ、国っていうまあそういった構造だと思うんですが、そしてそれがですね、えー、経済にも影響するわけですよ、なかこれももしかしたら狙いなのかなとかっていうのも思うんですが。まあ,あのそのそ <laughs> まあなんて言うんだろう、だろ、まあ、中国っていうのは日本に、まあ、インバウンドっていうので来、えー、ますが、インバウンド需要、インバウンド需要っていうのは別に大したことがまあないんですよ、こ日本国民の、えー、個人消費、GDP の方が全然、ね、あの数字的に、えーまあ、圧倒的なんで、えー、そうではないんですが、あこの、ね、日中の関係、福島の原発汚染水があ、ねえー、やって中国が日本に来なくなるということで、えー、そのインバウンド需要も見込めなくなると。で、まあ,あ で日本の円がぼ没落しているわけですよで、えー、このですね日本円の没落、暴落っていうことも、えー、これも大きなあ、まあ、問題っていうかあこれがあるんですがここら辺がちょっと難しいんでお分かりの方いらっしゃるかもしれないんですが日本円が暴落するとですね、えーまあ、僕たちは困るんですが、えー、得するものがいるっていうことなんですよ巨大大企業、まあ、巨大企業ですね。えーえー、巨大企業 輸出製造業とかっていうのは日本円が暴落することによって儲かるっていうことなんですよだから裏で計らってこの日本円が暴落していることをそのまま放置してるんじゃないかとつまりなぜかというと大企業が儲かるから 岸田自民党の背後には経団連経済同友会がおり、国民生活がどうのこうのっていうことではなく、えこの経団連経済同友会にプラスにとって働くことだけを考えている、でえー、そうなってくると、まあ、日本国民、消費者っていうのは、ねそのまあ、日本円の、まあ、要するに円安ですね、円安物価高で、国民は生活苦に、えーまあ、追い詰められていくが、あこれ一部大企業が儲かるっていう、まあ、そういうことを、まあ、岸田は分からないようにしている可能性もある、岸田自民党、えー、経団連 経済はどういうかがしている可能性っていうのもあるで、日本っていうのは 失われた30年っていうのもありますし、えー、まあ20年ぐらいかな、全然その経済成長してないわけですよ、日本ね。日本って今も先進国ではなくなってますが、貧困国になってますが、先進国の中で日本というのは全く経済成長してないんですよ。でその期間に中国とかアメリカとかっていうのはどん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 、ね、成長していってる、日本は逆にどん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 、まあね、成長の逆ですよね、衰退していってるっていうことなんですよ。だから先進国でもなくなくるしその、ね えーまあ、そういった経済成長している国々から完全に取り残されているというのが、まあ、日本の今の実情というわけですね。で、当然今回は岸田の話なんで、えーまあ、僕たち日本国民に、えー、売国・機民政策全く国民のためなになることをやらない岸田ですが実はです、ね、日本国民の生活が困窮する原因となったのは岸田の手前のアベノミクスからだと考えられます。まあ、もっと前かかかららら言えば小泉のののの時いいうががががありますが、えー、そのお経済格差くたミクスからで であると考えられますアベノミクスっていうのは、まあ、というか、倍っていうのは、えー、ま本、あ、当、大企業、自分の仲間内だけにねえー、まあそのあの恩恵を被るようにして、日本国民の経済格差が開いた、で日本国民の多くが貧困化したわけですよ。で、えー、よくね、えー、なんかこの、安倍さんはとかっていうんですが、 アベノミクスでですね、えー、自ら命を絶たれた日本人ですごく多くいるんですよ。だから、そういったあ国民が生活できないとか、国民の夢希望を奪ったのがこのアベ,アベノミクスなわけですよ。で まあこの失われた30年あるいはですね経済成長してない20年の1つにおけるものが消費税なんですね、そもそもこの自民党っていうのは自分たちに関連するその大企業を、まあ、経団連、経済どういうという一部の人間たちだけを優遇する、まあ、税制も優遇するそして、そのの最たるものが消費税というものなわけですよ、この話何回かさせていただいてますし、まさ、あ、ん様も思ってらっしゃると思うんですが、消費税というのは何に使われているのかって。社会保障に使 使われていませんからね大企業の法人税の穴埋めに使われているわけですよつまり経団連経済同友会が投稿すると、えー、消費税というのはね、えー、国民から幅広く取って、えー、そして、えー、その大企業の法人税の穴埋めにすると逆に消費税というのはまあ難しい言葉で、えー、逆進性って言いまして、えー、まあ経済的に厳しい人ほど消費税の負担が大きくなるんですよ年収が高い人と年収が低い人年収が低い人にとってのね、例えばその 商品を買った時の10%っていうのはかなりの負担になるわけじゃないですか、でそういうことをまあしている、まあ、安倍、えまあ、菅、岸田、えまあ、岸田のクズ,クズ政権ですが、そんな岸田がですね、もうこの10月に入ってから始めたインボイス制度っていう、これも実質の消費税増税なわけじゃないですか。あの、 免税事業者、小規模事業者っていう日本で経済活動している人たちにとって実質消費税を10%課す消費税増税なわけじゃないですか、その結果、日本国民が例えば経済活動できなくなる、失業する、廃業する、そういったことになったりとか、別にこのインボイス制度っていうのはそのね、事業者だけではなく、このインボイス制度 導入することなよって電気料金が上がるっていうことが分かってるんで電気料金が上がると全日本国民の負担になるわけですよだからこういうことをやってる岸田なんで、えー、政権の期間が長いとか、えー、どうでもいいですしもうさっさと一刻も早く岸田退陣、えー、するべきだと思います岸田がですね政権に長く居続ければ居続けるほど国民生活が厳しくなる、えー、それだけですだから僕たちはまあまあ、リスナー様も思ってるでしょうしまあ僕も思いますがもう選挙で一票を投じてですねどうにかし この岸田あるいは自民党政権を交代させないと、もう本当に日本国民がこれから生活できなくなる、まあ、そういった今状況にあるんじゃないかと思います。今回はこの岸田の政権期間の長さというものがニュースになっていて、何やらそれをですね、肯定的に捉えている意味のわからないニュースでしたので、それに関して調べて思ったことをお話しさせていただきました。今回はここで終わります。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。